よっしゃー、今回もマリオギャラクシー2やっていくってわけで、すべて大木のスライダーやっていきましょう。いや、ついに来たね、ビッグツリーギャラクシー。ここのスライダーなんか、あー、これね、覚えてるわ、これ。楽しくて結構やってた覚えある、俺、このステージ。このステージ結構やってた覚えあるわ。というわけで今回このビッグツリーやっていくというわけなんだけど、ちょっとみんなに秘宝なんだけど、俺ね、今日、昼ね、蕎麦食ったんだけど、舌やけどしてます。なのでちょっと滑舌がいつもより悪いかも。緑のヒゲ逃げた。おい、ルイージ、まあ、こいつらにも緑にヒゲ呼ばわりされてんの、あいつ。何しとん、ルイージ。ルイージさん。ルイージさん。緑のヒゲ逃げたって。勇気の証。こいつらってか、なんでこんないんの、今回。お前の勇気見せろ。お前呼ばわりやめる初期の人、我らモック。知るか、そんなこと。で、緑の勇気ない。お前ら、ルイージのことボロクソ言いすぎだろ、てめえら。お前、ルイージの何が分からってんだよ。お前、すごい突進してくな。はい、オッケー。蹴飛ばす。で、さらにスターピースを確保しといて、まあ、腹ペコチコとかここいなかったイメージあんな。お前はルイージか？ブランコ使う。知ってるよ。オッケー。で、お前、まさかルイージを、我ら木を守る。知るか、そんなこと。お前ら、ルイージを罵倒した。俺はその時点でお前らに用はない。ブランコ勢い大事。ん？滑って勇気を見せろ。この別ライダーある。木の上、うん、ある。くそ、一人だけ、うん、あるとしか言ってない。まあ、とりあえず、ブランコで上に上がっていきましょう。ここのスライダーステージ楽しかった覚えあるんだよね。大好きだった覚えある。どんな感じで、結構難易度高かった覚えあるけど、ここも。意外と難易度高かった覚えあるのよ、ここ。だからね、正直、楽しさ、7割。不安1割ぐらい。そして2割はまあ、楽観的な気持ちって感じ。で、どうも。はい、どうも。何してんの、こんなとこで。滑り続けて気を抜くな。はい。まあ、死にそう。これ中華を用意してる時点で難易度がな。で、どうも。何？赤いトゲ注意。赤いヒゲ注意って書いてあるのかと思った。で、我ら見届ける。なんかちょっと横長じゃん、君。覚悟できた飛び込め。じゃあ行きます。おぉ、そう。いい、なんでコリンと溶けそう。オッケー。あー、オッケー。で、回避して。これ確かパープルコインもなかったっけ。危ねえ。で、オッケー。いいよ。意外とちょっとこれ直感的に操作できるんで、オッケーっすよ。で、こっち行って。はい。で、こっち、避けます。うん。ダメね、ワンナップを取ろうと。欲張ったね、今。オッケーで、スターピースも取りつつ。はい。おぉ、わっ。意外と早すぎたな。オッケー。はい。危なかった、スピン。何今の。よく耐えた、俺。よく耐えたな、ほんと。で、花ちゃんがいる。花ちゃん、どっち？危ねえ。オッケー。花ちゃん、なんで真正面から来んの？嫌がらせにも程があるでしょ、あれ。ポン。からの、ポン。オッケー。いいぞ。よく帰った。花ちゃん、目の前から突っ込んでくる。ヒー。オッケー。ヒー。ヒー。暴走特急。危なかった。で、こっち行っての。で、ここで、ジャンプ。からの、あ、ジャンプ。あ、取れなかった。くそ。スターピーザーに欲張りな男なんで、自分。スターピーザーに全部取りたいけど、無理ですよね。なんかでかくね、この、あれ、なんかトゲみたいなやつ。オッケー、危なかった。で、からのスターピース加工ゲット、カメラ目線マリオ。楽しかったね。で、お前は勇気あんな。なんかあまり喜んでなさそう。あ、こいつは多分スターくれるやつだな。で、お前は、お前の勇気見届けた。で、これ裏面とかには何もないの？何もないの？本当か？なんかあるんじゃ。お前かい。スターピースがあってほしかった。で、レアチーズケーキくん、なんかくれ。勇者の証、これ預ける。おい。こいつだけなんで頭長いんだろう。おさ的なもんなのかな。まあ、それ説あるな。トイレ、早速ゲットしていきましょう。おい。じゃあ次のステージ、レッツラゴー。あ、なんだデブ。あんた、モックを連れてきたね。お、今回意外と、ここと言わないか。水星メダルのことで、あんたに話があるような話を聞いておやりよ。水星メダルで？ルイージどうした？急にルイージ。僕を置いてきぼりにするなんてみんなひどいや。やっとたどり着いたよ。そうだ、兄さん。僕もパーサーを探すことにしたんだ。ギャラクシーだったら僕に声をかけたよね。うちを救うな、この僕さ。もちろんだよ、ルイージ、おめえ。ルイージに、そりゃ操作してよ。ルイージ話しかけれんの、これ。いや、僕もパーサーを探すことにしたんだ。ギャラクシーで会ったら僕に声をかけてくれよ。ギャラクシーで会ったらね。なるほど。これはスーパールイージギャラクシーで始まるね。で、水星メダルのことについてなんか話があるっつってたな。何の用だい？よ。水星メダル集めてるか、たくさん集める水星来る。ギャラクシーの最初の星を取るまでの道のどこかに一つ星ある。よく探せ。あ、お前が教えてくれるんだ。俺もうそれ調べちゃったよ、自分で。オッケー。
じゃあ早速これで、早速次のワールド行きますか。これもういきなり次ルイージいんのかな。あ、てここも行けるじゃん。これなんだ、土管があるけど。土管？なんだろう、土管。あー、ショートカットだわ。いらんへんね。で、これもうここってギャラクシーはコンプリートしてんの？あ、してはいないけど、まあ、水星があれか。まあ、来るっつってたね。まあ、とりあえずクラウドガーデンギャラクシー、ちょっと途中まではやってきてるんで、ちょっと移動してきます。おみんな、カットし思ったら、普通にルイージいる。やあ、ルイージ。兄さん、バーサー姿探しの調子はどうだい？たまには気分を変えてみないかい？プレイヤーキャラクタールイージで変更できます。だって、これルイージで交代したらなんかあんのかな？おー、ルイージになった。もうマリオなんて必要ないんですね。マリオあいつどこ行ったんだよ。帰ったのかあいつ。ちょ、これ雲ルイージになんの？雲ルイージだ。すげえ、これジャンプ力って高いの？うん、わからん。ジャンプ力高いのかもしんないね。また一回、あ、やっぱ滑るんだ。つうか、ジャンプ力高いの見たな。オッケー。あ、雲を取っちゃった。ごめん。で、これ行って、うーい。で、雲取ってもらっての、ヤッフーって言っての、ヤッフーって、やっぱジャンプ力高い気がするな、ルイージ。オッケーで雲取っての、はい、幅飛び、ウィーヤーつって、ウィーヤーオッケー、いいぞ、ルイージ。ルイージ使えるの十分にありがたいっすね、ほんとに。ルイージは嬉しい。ルイージいんのか、それマジ嬉しいわ。ルイージでいけるなんてもう、俺はもう正直ルイージしか使いたくねえもん。赤いヒゲいらんな。スーパーマリオギャラクシー知らんな。俺はどっちかというとな、マリオハイよりルイージ派なんだよ。で、これ一回ヒップドロップで取って、こっちを取っていきたいよね。オッケー。まあ、取れなかったけど、ここでとりあえずヒップドロップして、スターピースを。あー、止まって、ルイージ！せっかちだな、ルイージは。まったくルイージたらせっかちなんだからね、ほんとに。じゃ、戻ってきましたね。前回はこの、腹ペコチコのね、やつ行っちゃったんで、このまま上に行きましょうか。やっぱ違うのか、ジャンプ力。ちょっと試してみていい？高い気がすんな、若干。気のせいかもしんない。ルイージ補正がかかってる可能性あるな、俺の目にルイージ補正がかかってる疑惑あるわ。で、とりあえず避けてって、あ、ごめん、倒しちゃった。で、これ、雲取っての、ヒップドロップして、なんか流れてったな、あいつ。大丈夫か？え、これは、どういうこと？ヒップドロップして、くーって言って、ちょっとカメラワークゴミすぎ。オッケー。で、こっち行っての、なんか下にはなんかなかった。おー、これで、ういっといって、スターピースかな？オッケー、スターピースありがたいね。スターピースマジうめえ。で、お前邪魔だ。オッケー。あー、落ちてっちゃった。で、お前も邪魔だ。で、なんかこの下あったよな。この下なんかあったけど、まあ、水星メダルあるのかな？この下に。どうなんだろうな。一回ちょっと行ってみる。あぶねえ、なんだこれは。ワンナップだけ？水星メダルクソも関係なかったわ。で、ういっといって、はい。ルイージに、ほぼ、一回の食われだわ。雲だけで池田疑惑あったな。さすがルイージ。ルイージベタ褒めだね、俺。まあ、ルイージ大好きだからね。もうルイージはほんと俺大好きだからね、ほんとに。で、ここ行って、おお、ごめん、雲2個出しちゃった。で、ここ行って、このまま流れていけいのか。飛び降りて風に乗れ。こっかな？で、ここ出して、これは上になんかなんか追尾してくる野郎がいたけど、まあ、無視で、オッケーかな。で、こっち行って、いい！オッケー！危なかった、渡れないかと思った。で、こっち行って、上行って、水星メダルがないな。あっちかもしかして。あっち側があるな。こっちの上、水星メダルではなく、ただ単にワンナップ三兄弟。お前らの次男だけをもらっといてやるよ。じゃあな。オッケー。で、こっち行っての、大丈夫だな。足がないかどうか怖かったんだけど、今の。で、これは、え、風がない。風がないんかい。オッケー。で、こっち行って、で、はいって言って、ルイージ跳躍力ありすぎ。で、こっち行って、変な風にタイミングで行ったら巻き込まれるな、これ。次あれだな、開いた瞬間ぐらいで行った方がいいと見た。はい、で、これで行って、水星メダルあったね、こんな場所にあったのか。オッケーオッケー、水星メダルゲット。これさえゲットしてまえばもうね、もう俺はね、もう、あとは雲で普通に登ってて、パースターゲットするだけですよ。え、ちょっとルイージ滑るね。ルイージ滑るからそこを注意しとかないと。で、この辺で風出しといて、で、さらに上行って、で、こっち、はいと言って、はいと言って、くるりん、くるりん、オッケー、ゲットー。さあ、ルイージの勝利画面、勝利画面次、ゲット画面。やっはー、いいねー、さすルイージ。ルイージお帰り。これさ、ルイージの方でクリアするとさ、なんかスター違うとかってないよな。ルイージ、なんか毎回チコには思いっきりガシゲシ、ゲシゲシ踏まれてる気がすんね。で、クラウドガーデンギャラクシー、ゴースト。え、なんで？ルイージがお化け退治の専門家だから。かもしれんな。お！来
来てしまったようだな、彗星が。行くしかねえよな。なんだお前、メダルの彗星現れたよ。ってことはあんた彗星みたいなの集めたんだね。メダル集めると彗星やってくんだよ。遅くね、イタズラ彗星はギャラクシーを別の姿に変えてしまうのさ。イタズラ彗星のパートを集めておくれ、頼んだよ船長。あ、ルイージ、小室目線。兄さん、僕の活躍見てくれくれたかい。また宇宙の動画であったら僕に任せておくれよ。じゃあね、またね兄さん。ありがとう。なんでこんな昭和のアニメの終わり方なんだ、ルイージだけ。まあ、どっかでまた会ったルイージのが力になってくれるってわけで、ルイージでまた100人以上も集める系じゃねえだろうな、裏ステージやるのに必要なの。まあ、とりあえずだ、一回、一回ワールドに戻って、あとはグランドワールドマップから行けいや。で、一面行って、いたずら彗星行きたいんだけど、ちょっと待って、クリックできなかった、今の。で、行って、ここに行きたいんだ。くそ。で、ここ着いたら、行ったね。ヨースターなんだろ、これ。急ぎ系かな。まあ、最初のコメットとかそんな難しくねえと思うんだけど。で、何コメット？でだ。このワーニング。ワーニング来ました。何？全滅トゲゾウやっつけろ。なんでそんなひどいことすんの？トゲゾウが何したってんだよ。悪いのはジュゲームだろ。え、スターでしかも。スターで倒す系なの、今回。あらやだ。プルプル震えてない？なんか。怯えてる？何秒以内だ、これ。30秒以内とかがありそうだな。すべて倒せ。60秒。クソ、思った以上に要求が高かった。これってさ、ドル踏んだらダメなんかな。まあ、とりあえずダメっぽいよな。で、とりあえず全部倒していって入っといって、で、お前も倒しての、まあ、とりあえずスターが持ってる間全員滅させたいよな。オッケーオッケー。で、こっち行って、で、さらにこっちキーのしての、で、お前も倒すので、オッケー。なんでこんな遅いの、急にマリオ。なんで急に遅いの、こんなに。なんで急にあんな遅くなった。で、これ全滅させるって意外大変じゃねと思うんだけど、わかるみんな。で、こっち行って、で、ダッシュしてので、お前らも倒しときので、こっちの端っこにいるやつも倒しときので、待て、マリオ遊ぶな、遊ぶな、遊んでる場合か、お前。で、オッケー、こっち行って、で、さらにここにいるトゲゾウのモモ全滅させたいよね。オッケー。で、こっち行って、さらにお前も倒して、いや、結構効果時間短いな。急げ。おい、待て、間に合うか、これ。ドローン踏んだらアウトしよう、これ。待て。まずい。引っかかんな、マリオ。まずい。これ、間に合うか。全然間に合う気しない。うわ、あと一体なんです。うわ、さ、無敵なのに、指導。これ、幅跳びで行った方がいいのか、みんな。で、スターの状態、幅跳び使えんの？幅跳び使えるかどうか分かる。しかも、おっそ。ここの出落ち、良くないって。オッケー。あ、幅跳び使えんじゃん。幅跳び使えんのかよ。それ言ってよ。オッケー。で、こっち行って、で、とりあえずダッシュで、もうとりあえず敵を殲滅。オッケー。で、こっち行って、とりあえず、もう通り過ぎたやつはもう無視で。オッケー、オッケー。で、こっち行って、オッケー。ちょっと待って、やばい。U ターンした。これが、大人気。くそ。まずい、これ、幅跳びして、オッケー。で、こっち、キーの、で、真ん中にいる一体倒しいの、で、ここに、お前、ちょっと危ねえな、そこ。オッケー。で、こっち行って、エンドレスで行った方がいい感じもあるな。エンドレスで行った方がなんかいい感じもしないのを否めないな。オッケー。で、こっち行って、で、ここ行って倒しいのしての、こっち行っての、で、あっち側にスターあるよな。オッケー。あっち側にスターある。これゲット。オッケー。で、こっち行って、で、待って、まずい、マリオ引っかかるな。まずい、マリオ早く出して。オッケー。で、からのこっちやっての、あとどこだ、あとどこ、あと、お前か、お前さえ倒せば、終わりじゃないか。どうだ、終わったー。ギリギリチョップって感じよ、本当に。いや、これは本当ビーズだわ、本当に。重たいじゃん、スター、そんな、使わなかったね。まあ、とりあえず、ゲットできるよかった。あぶねー、ギリチョン。で、またしかもこんなクラウドガーデンすごい来るじゃん。急に思い出したかのように来るね、いたずら彗星。じゃあ次、クラウドガーデン行きましょう。さあ、というわけでクラウドガーデンやってまいりました。いたずら彗星出現中。なんだろうね。空中庭園の黒い影ってことはあいつか？エンドレス野郎か。エンドレスじゃない、クワトロブラザーズか。なんだこりゃ。あれか、スターピース集めて、スターリング集めて先行けってやつが。つうことは雲もねえな、この感じ。厄介だね。あいつらがいんのか、やべえ、どっから進めばいいのかわかんねえな、これ。どっから進めばいいんだろう。え、来んのか。多分この感じいるよな、もう。いるよな、絶対。え、まだいないのか。いや、出てきた。今回はエンドレスか。いや、どうなんだろう。これエンドレスタイプ見なかったっけ、こいつら。無限に出てくる。前は3人兄弟だったけど、無限に出てくるタイプなかったっけ。で、こっち行って、で、全部集めた。あ、スターピースになった。ありがとう。で、スターピースもらって、何個か、何だっけ、ちょっとあれもったいないかあったな。で、これは
スターピースとりあえず回収して、で、この先行って、ここが壁キックだな。とりあえず行こっか。で、黒い影現れた。はい、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 オッケー、行くぞ。で、こっち行って、なんか、やっぱり3人以上いるよな。3人以上明らかにいるよな。明らか3人以上いたよね。オッケーオッケーオッケー。で、スターピースも回収しつつ、はい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 。オッケー、あいつらまだついてくる、怖すぎ。オッケー、ジャンピング、ジャンピング、ジャンピング、オッケー、ジャンピングからの、はい、いなくなるの？じゃあもう終わり？あまりにも、まさか、まさかお前ら、ちょ待って、お前らついてくんのかい？なんか。みんな死んでしまった。まあいいや。とりあえずこれ、普通にゲットしていきましょうか。うるぅ、オッケー。さーて、じゃあもう一ステージぐらいやりたいな。これまたいたずら出るかな。さすがに出ないよね。まさか今度はホリホリー。しかもホリホリってことはこれサドンデスの可能性あんな。サドンデスか。サドンデスだった俺。あのメカニックただでさえトラウマ植え付けられてるからな、一回。じゃあ行ってきます。さーて、ここのいたずら彗星は何かな。これをやって今回の動画締めとしたいが、デスマッチドリルとロボの一騎打ち。もう知ってる。絶対体力1位になってるこれ。絶対サドンデスだわこれ。やっぱお前か。お前のサドンデスか。ちょっと苦手なんだよな俺こいつ。で、いきなりこれは、こいつのところでいいのか。いきなりちゃんとこいつだか。やっぱ体力1っぽいな。こいつ苦手なんだよな。ちょっと足の判定広いのよな。ただ、学習はしてます。とりあえず行きましょう。サドンデス、もう行って、で、こいつはなるべく無視。こいつはなるべく無視で行きましょう。あー、待って、無視じゃなかった。普通スピンしちゃった、ついくせで。で、ガチャーン。ガチャ、ここら辺。オッケー、ちょっと洗ってるかどうか、ちょっと怪しい雰囲気だったが。で、ちょっとあそこから離れて、あいつはここら辺からす、あいつ出す。で、ガチャコンガチャコンして踏み潰す。こっち来る。オッケーオッケー。で、来るだろ。で、もう一発出してくるよな、確か。で、出してきて、この後確か転、あれだよ、変換するよな。オッケーで、あいつはほっといても平気。で、ここで2歩歩いたらあいつ止まる。ここ、オッケー。さあさあさあ、もうこいつの対処法さえ分かっちまえばそんな怖くないで、もう。あたしたから来るあいつだな。あいつが一番怖いまである。こっち来る。こっちか。あうち、危なかった。で、こっち行って、はっ、危ねえ、あいつが一番怖い、ほんとに。あいつが一番怖い。オッケー。踏み潰される、あいつ。こっち来んな。オッケー。で、こっち来て、オッケー。で、これ一回課金でしまして、2歩歩く。2歩歩くって止まる。ここ、マジか。で、2歩歩いた。ここかーす。ちょ、待って、死ぬ死ぬ死ぬ。それはずるくない？その死はずるくない？いや、今のは納得いかなくない？正直。いくら俺が、いや、間に合うと思うじゃないですか、普通。普通間に合うと思うじゃないですかね。最初だからちょっと呪いな。あいつ厄介なんでな。あいつは死んだって気もしんない。ほらオッケー。これ来いよ。ぶっ壊してくんだろ。オッケー。で、出してきた。どっち来る？あっちな。あっち行ったら。踏み潰されよ。クス、ナイス。よく踏み潰した。よくやったぞ、お前。よくやったって、これ、左右で移動でいいんだな。こっち行って、どっち来る？はい、と言って、避けて、踏み潰しときたかったけど。危ねえ。こっち行って、2歩歩いた。ここだ。オッケー。で、2発目。オッケーオッケー。問題は3回目よ。さっき外したかんな、俺。さっき外すのがなかったから、勝ってたんだよな、本当に。なんで俺、こいつこんな苦戦しなきゃいけねえんだよ。オッケー。で、倒して、オッケー、潰した。ナイス、よくやった。で、多分次出すだろう。ここでジャンプしたら、異様にジャンプしたこいつ止まる。で、撃ってくる。で、こっち行ってきた。次のあいつあっち側行く。で、これで一回ちょっと、2、1、2、ここ死ねえ。なんで一回負けたんだよ、ほんとに。まあ、ほぼ動けなかったからな。空中でぐるりんってした間、スピンとかしても無意味だったからね。いやー、待ってくー。一番の厄介はあのロボットじゃない、ドリルの方だわ。じゃあみんな、今回の動画はこれで終わるわ。じゃあ次回、まあ、また出たいたずら彗星とかをやっていくと思うね。バイ。